ローラ・リップマンはアメリカ合衆国の推理作家。1959年、ジョージア州アトランタに生まれ、メリーランド州ボルチモアで生まれ育った。父はボルチモア産氏の記者として知られるテオ・リップマン・ジュニア。母は公立学校の元師書マデリーン・リップマン。メリーランド州コロンビアの高校を卒業。その後、サンアントニオ・ライト氏やボルチモア産氏のリポーターとなった。 ボルチモアを舞台とした彼女の代表シリーズの主人公、デスモナハンは元記者の私立探偵という設定である。同シリーズでアガサ賞、アンソニー賞、エドガー賞、ネロウルフ賞、ガムシュー賞、シェーマス賞など数々のミステリーの賞を受賞した。2007年に刊行された女たちの真実はニューヨークタイムズのベストセラーリスト入りし、 英国推理作家協会のゴールドダガー賞にノミネートされた。また、2003年に刊行された、あの日、少女たちは赤ん坊を殺した、現代、エブリー・シークレット・シングは、アカデミー賞女優、フランシス・マクドーマンドが映画化の権利を獲得し、2014年に、シークレット・デーのタイトルで映画化された。現在は、ボルチモア南部の町フェデラルヒルに住んでおり、 近所のコーヒーショップで執筆作業をすることも多々ある。また、郊外にあるリベラルアーツカレッジ、ガウチャー大学で教鞭をとっている。夫はボルチモアさん氏の元記者で HBO で放送されていたテレビドラマザワイヤー、ザワイヤーのエグゼクティブプロデューサーのデビット・サイモン。ザワイヤーの第一シーズン第8話で女性キャラクターの一人がリップマンの作品を読んでいるシーンが登場し、 ラストシーズンで彼女はボルチモアさん氏の記者として働いているという演出がされた長編短編集短編ありがとうございます。